これ皆さんに知ってほしいですね。あの、1回に行って、はい、痛かったからダメって思わないでほしいですね。2回目、3回目で変わるってなりますからね。はい、やっぱりほぐれてきてからだと全然違いますよね。うん、そう、違う違う。だからいっぱい考えられて。はい、もっとだ、もっとだ、もっとだと。はいはいはい、はい。その結果がこれなんで、あ、まあ悪くはなかったですよね。まあ、ここまで来れたんで。それもね、確かに確かに。はい、だから2、3年目なんかで逆に成功しちゃってたら、はいはいはい、この域までたどり着けてないと思うんで。あ、いかないですね、はい、もう満足しちゃいますからね。正直 2,3 年目でもそこそこうまかったんですけども、はいはいはい、今から比べるとやっぱり全然ですよね。ああ、そうですね。ここまでの精度はなかったですね。うん、そう、あの 2,3 年目ぐらいでも、まあ全然その、なんていうんですか、やったことない人からすれば、はい、ずっとうまいになるけど、はい、まあ、まだまだ知識も経験もないし。そうですね。あと人の体の構造をよく分かってないというか、うん、あと自分が受けた経験がやっぱり少ないですもんね。はい、そう、あと、なんか10年続けてやっと一人前みたいな言いますけど。そうですね、まあ、やっぱある程度続けるっていうことで身についてくるものってありますね。はい、自分の場合はその5年目ぐらいで、今までの知識がなんか突然全部つながりだした時期があって。ああ、わかるわかる。なんかつながるのありますね。はい、あ、こういうことだったんだなっていうのがちょっと一個きっかけがあると、パパパパパパッと全部つながったように、なんか見える時期がありますよね。それが大体自分の場合は5年目ぐらいで訪れて。あ、なるほどね。なんかバラバラだったやつが、はい、あの、つながって、しかもこう理解が深くなるみたいな。そうですね。うん、そこから急激でしたね。だから、まあ逆に言うと、そこまで考えてない人はそこまでもたどり着けないんでしょうけども。そうですね、なんか突然つながる時がありましたね。なるほどなるほど。1回目は専門学校を卒業した時ですね。だからやり始めて2年目ぐらいの時に、はい、はいはいはい、そのぐらいの時に1回起こったんですよ。で、それから福島で店を開いて、さらに3年ぐらいやった時に一気になんか開けましたね。へー、なるほど。お客さん何人も揉んでいったり。そうですね。で、その中で結局教えてもらってないことを自分の中で仮説を立てて、はい、はいはいはい、で、その仮説に従ってその、まあ、実験じゃないですけども、はいはいはい、まあ、トライして、その結果を見て、これはどうだったんだろう、うまくいかないな、じゃあ別のやり方、あ、これはうまくいったな、じゃあこれで続けてみようとか、はい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 、そういうやつの繰り返しですね。あの、ブームありません？小胸筋ブームとか。あ、ありますね。ありますよね。これは絶対入れようみたいな。はい、俺全然その辺のブームに乗っかってないんで。あ、そうなんですか。はい、うーん、もう完全にその自分の理想だけを追い求めてきたんで、うんうんうん、本当に我が道を行くでやったんですね。はい、逆に言えばそのブームに乗っかっちゃうと、一生ブームに乗り続けないとならなくなっちゃうなと思ったんですね。なるほどね。はい、で、そうじゃなくて、その、ブームとか流行り廃りがあるけども、流行り廃りのない、その独自のものを目指そうとしたんです。だからもう、なんでしょうね、こう、究極的にいいものを目指せば、あの、人の体ってそうそう進化するものじゃないんで、まあ、そうですね。はい。一個これっていう軸があればいいんじゃないのかなと思ったんです。まあ、そうですね、そうそう、そうそう。はい、うん、で、今ほらスマホとか、はい、すごいこう、まあ、生活習慣的な、そう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 、変わってきてる部分はあると思うけど、はい、体自体は変わってないじゃないですか。そうですね、はい、だから、まあそんなのに、確かにそんなに大きく変わる、だからその、ちょっと追加でね、修正していったりとかすることはあっても、はい、全く根本から違うみたいなことはないですね。はい、うん、あとその肩甲骨剥がしブームなんか、ある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 いや、そんなのもう俺がやり始めた10年前からやってるよって、あるのはあるんですよね。はい、うん、ね、なんか骨盤叩きとかなんだかんだね、はい、いろいろありますよね。はい、硬いですね。そうですね、うん、あと結構花澤さんも
顔前に出ちゃってるんで。あ、そうなんですよ、私もそうなる、うん、で背中が硬いからじゃないのかなと思うんですけど、目が悪いせいかなと思ってました。あ、田野さんって視力は悪くないですか？いや悪くなってますね。あ、そうですね。もともとはすごく良かったんですけども、うん、はいはいはい、やっぱりそのスロットを始めてからスロットで目が悪くなってスロット禁止、はい、あとはスロットとパソコンですね。あ、パソコンもね、はい、それでもう目も悪くなっちゃって肩も凝り出して。あ、運動をやめたのもでかいですね。あ、運動やってた人がやめちゃうとね、一気に来ました。そうか、もう運動をやめて半年後ぐらいには肩こりになってましたね。あ、そうなんですね。目はその、うんうんうん、どうだろう、運動をやめてからもしばらくずっと 2.0 だったんですけど。そんなに良かったんですか？はい、いいな、はい、だから俺勉強しなくてもできたんですよこれカットですよ。できちゃうから嫌われますからね。嫌われますね。あの、みんなできる人間を求めるくせにできる人間を嫌いますよね。うーん、なんかできるよってアピール嫌いますよね。でもなんかそのできないよって言っても売りにならないんで。そうですね、ムカつくんですよ多分 0.8 とかそのぐらいだと思います。あ、でも全然いい方ですね、まだまだ。でも 2.0 からのその感じで比べると、うん、確かにもうぼやっとしてますね。やっぱりぼやっとしちゃうんですね。あ、そっかそっか、私 0.8 見えたらなんてクリアな世界だって思うと思うけど、はい、でもともとその見える世界を知ってるからやっぱり見えないっていう認識しかなくて、うん、あ、それがまたストレスだったりするんですか？結構ストレスですね。あ、そっか、はい、その辺気持ちいいっす。はい、あ、まさに言ってたラインですか、これメジャーじゃないけど。あ、そうです、メジャーじゃないですね、メジャーじゃないけども肩こりの人はみんな、うん、でも気になるとこですよね、ここなんで。あ、はい、聞いてる聞いてる。なんでこんなに前回と違うんだろう。私前すごい痛がってましたよね。痛がってました。なんで違うんだろう。安心感があるからじゃないですか。そっか、多分そうですね、これが来るっていうのが分かってる分違うんじゃないですか、うんうん、確かに確かに、想像してないと。はい、前は多分その強もみって言ってたから構えちゃってる部分もあったんじゃないですかね。それもあるかも。これ皆さんに知ってほしいですね。あの、はい、1回行って、はい、痛かったからダメって思わないでほしいですね。そうですね、あの2回目3回目で変わるってなりますからね、はい、やっぱりほぐれてきてからだと全然違いますよね、うん、違う違う。よく言われますもん、本当に同じことやってますかって。嘘でしょって言われてます、はい、あの、うん、毎週来てるお客さんでもこう、うん、たまに今日は痛かったなとか、今日はあんまり力入れてないのとか、うんうん、あるある、ありますよね。ありますあります。そうそうそう、本当やっぱそれ疲れ具合とか凝り方で違いますからね。はい、はい、ね、私でも全然丹野さんのやつ受けてられますね。あ、そうですか。気持ちいいですよ。もうなんか最初のリラクモミじゃなくなっちゃいましたけど、うん、いや私リラクモミよりこっちの方が好きです。はい、これ俺のその意図がもうバリバリありますからね。うん、そう、なんだろう、ちゃんとしてるんですよね。はい、薄っぺらくないあのやっぱ覚えたてっていうか、はい、なんかこういう風にやりゃいいのかなみたいな軽い感じなんですよね、さっきのリラクモミはだから やられてて、はい、痛いところを疲れましたねそう、なんか軽く感じて、はい、なんか、まあ、軽く扱われてる感じがするっていうか、こなしてる感ですよね。そう、だから悪くないけど、はい、そのベースがある分好きじゃないなって感じ、はい、今の方が好き。